こんにちは。この間切ったんだけどな、前髪もう長いな。今日もお外に出ようと思うので、ちょっとメイクしたいんですけど。ちょっと休憩します。どう、みんな今日はどんな感じ？ちょっと雑談タイム。雑談しようよ、みんな。みんなはきっと私が昨日の和菓子フェスティバルの話なんですけど、私が意外と絵が上手に描けたことがびっくりなんじゃない？ゆな絵下手くそなんだよ。本当に絵かー、やばい、和菓子ゲットできんって思ったよ。ね、笹団子上手だったでしょ。ゆうもそう思う。ちなみにね、羊羹はね、全然違ったよ。最初ね、意外と分かんないかもしれないって思ったんだけどね。そう、格付け的なやつやってみたよ。ね。私じゃあ得意義笹団子を書くことってしようかな。どこの洋館か分かんなかったんだよね。
投票で 50% 以上獲得はすごいね。こんにちは。そうなのよ。あんな画伯木本がよく描けたなって。爪切りたい配信で爪切るのはやばい、変な人やめよう。日常生活すぎる、爪切ってたら配信で。爪切ってるとこ見たいも意味わかんないしそれもそれで意味は、ちょっとさ爪が伸びてきちゃってるよ、爪が。そう、こういうボディクリームとかが爪に挟まるんよ。オッケー。せんべいやばかった。いやあれだと思ったんだけどな。めっちゃ可愛くない？キラキラ。今朝配信でチコちゃん爪切った。マジ？マジ？じゃあ切ろうかな。こんなさ考えてることっていうかさ、やろうとしてることが一緒なんだろう。昨日カイリ先輩もやりました。あ、マジ？じゃあやろう。ちょっと待って、そんなみんなやってるならユーもやる。これです、これで切ります。本当にね、切ろうとするまでがね長いんですよ。深爪しないの私。あんまりね、爪短いの得意じゃないので、いい感じに。なんかね、爪の形褒められることが多いから、ちょっと切るのも頑張っちゃう。
リビングにある爪切りがいいな。これはちょっと爪が割れちゃったとか欠けちゃったとかそういう時にいいかも、いい爪切りかもしれない。ほら、全然違う。見て。全然違う。私ネイルとかしないから。そんなに短くない。ほら、見て、ほら、ちゃんと爪あるんよ。そんなにね、短くしてない。ギャッ、ちょっと短くなっちゃある程度さ、長さ調節してさ、そっからこう形を整えて切っていくとさ、短くなってっちゃう、やっぱどうしても。あと薬指と小指。
できた。爪切りました。まあ1日2日したら多分馴染むと思います。いい感じに。じゃあ休憩したんでメイクでもしますか。ガオついた、絶対ついた、やだ。うわあ、ついた、ついた、ついた。やだやだ。見てたよね、見られてたよね。まあいいけどさ。どう、この間私がさ、乃木坂さんの「ひと夏の長さより」っていう曲をカラオケで歌ったと思うんですけど、ハマってくれた？私が配信で歌ってから誰か待ってくれたかな。なんで聞いてるかと言いますとね、あのね、この間の28日のお昼公演の時にななみさんが歌ってて、ひと夏の長さよりをね、で優が途中から入るっていうことをしたんですよ。歌ってたから、ゆうがその後一緒に歌うっていうのをしたら、ななみさんが、私乃木坂の曲でひと夏の長さよりが一番好きなんだよねっておっしゃってて、え、私も激ハマりしててっていう話をしたんです。だからみんなもハマってくれたかなって思って聞いてみた。終わり。夏になると、
聴きたくなる曲。人気な曲なんシングルっていうか表題曲ではないんですけど、この前のゆうなちゃんの三つ編みってすごいレア。あ、そう？結構あれは髪の毛がボサボサでも三つ編みさえすれば整って見えるっていうのがあって、簡単だしいいよね。こんにちは。夏はさ、ファンデーションとかコンシーラーとかしたくないな。昨日東京行く前にここでショールームで配信して、で東京行って、まあ、帰ってきて、顔を見たんですけど、めっちゃパキパキパキになってた。コンシーラー、ほっぺとかに塗ったコンシーラーが。なんか冬は冬で乾燥するし、夏は オイリーになるし、オイリーになるよなって思ってたくさんパウダーつけると、今度肌が乾燥してるって勘違いして粉吹いたりさ、よりこうオイリー感を出してきたりするわけ。人間の体って不思議。へへ、和菓子の時少しメイク変えた？変えたつもりはなかった。
起きたくない。君と恋した夏、来年の夏はまたきっとここに来るだろう。愛するとは言葉はなくて、そばにいることだ。ひと夏の長さより思い出だけ多すぎて、君のことを忘れようとしても切り替えられない。そう見えた。でもいつもよりなんか可愛く映りたいなと思って気合は入れたかもしれない昨日のさ、X に載せた変な生き物なんだけどさ、ルアから話聞いてる方はいるかもしれないんだけど、こんにちは。あの木で、木のに寄りかかったり、こう木からひょこって出てるような写真が撮りたくて、ルアのことを外カメでこうパシャ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 撮ってたの。そしたらなんかルアがいきなり「いや!」って言い出して、何って思ったら、なんかめっちゃ樹液があって、え、何、樹液触ったんじゃないのって言ったら、ルアが樹液って何とか言ってめっちゃ騒いでて、ギャー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 。で、その時はマジで樹液を触っただけだと思ってたから、手洗ってきなとか言って水道まで連れてって、でなんかでも樹液だとしたらなんかありえない驚き方をしたから、ユウももう一回見に行こうと思って、ルアがギャーギャー言った木を見に行ったわけ。したらなんか赤い物体に攻撃されて、攻撃されそうになって、木の断裂っていうか裂けてる部分こうやって覗いたら、赤い物体がハーンって来て、いやーってなって、でその時私ももう恐怖心で、その赤い物体が何だったかは分かんなかったのね。
赤い物体だということは分かって、その時は鳥か蛇かなとか、そういうトカゲとかそういう感じかなって思ったの。でももうその木には近寄れなかったんだけど、花江が写真を撮ってくれていて、その写真を昨日見たら、ん？なんか甲殻類に見えないか、カニみたいって思って、木、カニって調べて、でちょっと赤手ガニみたいになってみんなに聞いてみた。そしたらそれがなんかさ、ただカニの写真、カニっぽい生物の写真をあげただけなのにさ、ちょっとさ閲覧数が多くてびっくりしちゃったんだよね。なんか2万ぐらい見られてるカニの写真。捕獲できなかったよ、怖すぎて。ルアはさ、こうやってクサッとか言ってるしさ、樹液いっぱいだしさ、赤いものにさ攻撃されたし、本当に怖かったんだから。だから驚かされたの、カニに。ユがこうやってそのカニを覗い、カニみたいな物体、ルアが驚いてたから何なんだろうなと思ってこうやって覗いたら、わっって来られたの。
かった本当に。あちょ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 。敵かと思っちゃったかな。いやどっちかと言ったら仲間やんこっちはさ。私なんて特にね。ほぼカニやん私って。怖かった本当。絶対みんなだってね怖かったと思うよ。ユウとルアの状況にあったら。カニって茹でるから赤くなるんじゃないの。なんであの写真や最初から赤いの。赤いらしいよ。赤い手らしいよ。ね、ポキを攻撃するなんてね、いい度胸だぜ。ビューラー新しいの買おうかな。
生このビューラー使ってるわ。お出かけ？お出かけなんてそんな大したことじゃないですよ。ちょっと外に出るっていうだけなんですけど。なんかメンバー、他のメンバーは意外とビューラーを買い替えていてびっくり。私はもう一生これ、初めて買った時からこれ。壊れないもんだね、意外と。そう、なんかリップとかさ、下地とかアイシャドウとかは結構いろんなのを使って今のものにたどり着いて、いいものを使ってたりするんですけど、ビューラーはさ、なんか人によっては上がりやすい上がりにくいとか、まつげ挟みやすいとか、それぞれが使いやすいビューラーがあるらしいんですけど、私はこれで不便だなって思ったことがなくて、一生これでやってる。しかも安い。できた。目が濃くなりましたね。あとはリップとチークとアイシャドウでおしまい。アイシャドウじゃない、間違えた。ハイライトでおしまいです。みんな可愛いっていう準備はできてる？みんな可愛いって言ってよ。
できたー。はい、行ってどうぞ。イエーイ、ありがとう。みんな、助かる。どうする？今日髪の毛巻く？ツインテールはしません。もうストレートおろしか巻きおろしです。私は またキラキラしてる。今日はキラキラを乗せました。ということはストレートアイロンが必要です。クラスの女子人気ヘアオイル、いつもより温度高めストレート、ドアが開いたら今日もいるのかな、知らない待ち合わせ、トゥトゥトゥ
ちょっとお家のキュウリの在庫がか、あのね、なくなっちゃったよ。キュウリと梅水晶在庫がね、キュウリ食べ過ぎ。梅水晶も 500g あったはずなんだけど、700g のやつ買わないと。私の今のポキを作っているのは梅水晶。梅水晶ってサメの軟骨ですか？そうです、それを食べるのにハマってます。そう、最近はその梅水晶の下に千切りのきゅうりを敷いて食べるのにハマってるし、それを食べてお腹を満たしているので、ないと困るんですよ。私がご飯を食べないことになってしまうので。めちゃ巻いてる。やっぱ前髪長いな今。どうなってんの、なんでこんなすぐ伸びんの、嫌なんだけど。こんな巻きたくない、本当は。なんか丸、なんか丸い、嫌や。最悪なんだけど、魚みたい。本当？それならいいけどさ、なんか最近さ前髪めちゃくちゃ切ってない？大丈夫なんかな、私こんな切って。
なもんですかね。でも磯部もね、1週間に1回切ってるって言ってたよ。微調整が必要なの。こうやって下ろしたら、お、いいんじゃない、いいんじゃない、どうですか。これぐらい切っても、まあ磯部の場合はミリ単位というか、私は1センチバサッと切っちゃう。ほら、切ってよかったんちゃう。牡蠣食べたい。ミルキーな牡蠣を。大量に食べたい。で、こちら最近ドハマりしているモトンの洗い流さないトリートメントを これをかけて櫛で溶かすと、なんか分からんけどまとまるし、ふわふわになるし、サラサラになるんです。あ、今からまた、なんか知らんけど、ポキモトン、やめて、おもろいんだけど、ちょっとポキモトンはちょっと天才だった。さすがだね。みんなが惚れちゃうよ。惚れちゃうよ。見事に釣られました。わあ、来た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 。これ最近コツをつかんだんですよ。だいぶ遠目から細かい霧の状態でたくさんかけると
いい。最高です。これでいいです。ということで、あざとかわいい歌って終わります。ちょっと鼻がかゆい。つられてしまいました。僕が勝手に恋をしてしまったんです。君のせいじゃない。 Oh yeah yeah、 Oh yeah yeah、 Oh yeah yeah、 Oh。 また今日も君を見かけたよ。じゃなくて僕が君を探しているのかな。女子高生が溢れている。ラッシュアワーなのにいつだって目に留まるんだ。カーディガンの袖口を少しだけ長めにして、両手で潰してるのが取れないんです。悲しい
どんな仕草もどんな表情も君の思惑に僕は振り回されてる。見事に釣られました下唇噛む癖まで、なんだか全部キュッと それでは壇上読みたいと思います。夜も配信します。13位まさかさんありがとうございます。12位りんくんさんありがとうございます。11位かじゅぽんさんありがとうございます。10位いちたさんありがとうございます。9位たろさんありがとうございます。8位まこいもさんありがとうございます。7位音速の貴公子さんありがとうございます。6位けんざんさんありがとうございます。5位やまわりさんありがとうございます。4位ゆうたパパさんありがとうございます。3位ゴンちゃんさんありがとうございます。2位とまおさんありがとうございます。1位ミミレパパありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日の夜配信はお掃除じゃない、お部屋のお洋服を片付ける、チーク菓子を作る、ちょっとカラオケをするかな。どれぐらいやるかはちょっとまだ。それでは行ってきます。バイバーイ。ごきげんよう。